お疲れ様です。原田亮です。今シーズン、初スタメン初出場ということで、試合前から、チームの勝利の貢献できるように、全力で頑張ろうと思いました。チームとして勝つことができましたし、3月、負けなしで終えたということはすごいチームとしても大きいことだと思います。個人としては、今日今シーズン初めて試合出て、収穫もありましたし課題も見つかったすごい、重要な試合になりました。今後もしっかりとチームの勝利のために貢献して、チームの目標である、優勝をしっかり、勝ち取れるように、自分自身、日頃の練習から、全力で頑張っていきたいと思います。今日も多くのサポーターの皆さん、関係者の皆さん運営の皆さんが手伝ってくれたおかげで、自分たちは勝利することができたので、今後も、シーズン長いですけどこれからも応援して僕たちをサポートしてくださったらすごい、力強いですし嬉しいです。もっともっと、勝利を積み重ねて、目標を、成し遂げられるように頑張っていきたいと思います。これからもう来週も、試合が続くのでこれで満足することなくまた勝利を目指して、来週から頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。